アジンチューク沢田町と藤原です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、久々にこの時期がやってまいりました。はい、その名もマックのポテトが安くなっております。ただ値上げしました。はい、ということで、うん、皆さんね、大好きなマクドナルドのですね、ポテイトがあると思うんですけれども、はい、まあ一時期、ね、毎年1回ぐらいのペースで150円均一でね、うん、どのサイズも買えるっていうね、セールがやっていたと思うんですけれども、今回そのセールがですね、また再び開催されたのですが、うん、なんと150円から250円に円アップ。結構あれだね、200円とかじゃなくて一気に上がったんだね。普通やん、ね、割となんかノーマルサイズで L サイズがでも300いくら、あ、そんなすんの今だったはずだから安くはなってるんですよね。なってんだ。ということで今回はそんなマックのポテトを1000円分買ってきました。 L4 つ、 L4 つ。はい、ちょっと全部とりあえずここに盛ります。おお、結構1個分こう見ると多いね。うん、うわ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 、乗るかな。乗る。これ4つは乗らんな。おい、これだな。すごい量だな、これ。じゃあ今回はちょっとこれをですね、はい、まあ普通に食べますけど、うん、まあやっぱ飽きちゃうじゃないですか。そうですね。で、今皆さんもこう安いからポテト買うと思うんですよ、うん、で、調子に乗って2個とか3個とかさ買っちゃった暁には絶対余る、うん、絶対余るということで、それをルンさんがちょっといい感じのアレンジレシピを ね、はい、教えていただきまして、このマックンポテトをですね、変貌させてくれるんじゃないかなということで、はい、オッケー。普通に食べましょう。いただきます。久々に食べるな、俺最近ナゲットなんだよね。ほら、うん、最近サイド選べるようになったよね、ま、うん、そう、サイドナゲットにすること多くて、最近知り合ったとある人が、うん、マックのポテトでサラダ選ぶ人は許せないって。なんでマックに行って、うん、ジャンキーなものを食べるっていうのに、うん、ポテトとかナゲットじゃなくて、うん、サラダを選ぶのわけわかんないって言って。まあ、まあでもサラダはあんま選ばないな。止まらん味してるな、うん、マックのポテトが一番うまいんじゃないか、ポテト界で。僕、ポテトか、うん、マックのポテトと1、2争うぐらいで、うん、ココスのポテト好きなんだけど。へぇ、食べたことある？ない。あの、一番ポテト界でカリカリ。なんか、わかる。でもカリカリのポテトめっちゃ好き。うん、これのね、サイズ半分ぐらい。半分？あれじゃない、ネカフェのやつみたいな感じじゃないの？あー、ネカフェの食べたことないけど、多分そう。多分、同じ系列の使ってんじゃない、うん、この3分の2ぐらいのサイズ。うんうん、細くてね、カリカリのやつね、うん、じゃあ、アレンジしますか。しますか。ではこれをどういう風にアレンジするんですか。2種類おぉ用意しまして。2種類もただ、うん、なんかさ、マックのポテトをマッシュポテトにしたり、うん、あ、はいはい、ポテザルにしたり、うん、そんな実用的じゃないなって思った。誰がやるんて。そうポテザル美味しいけどな。美味しいんだけど、ちょっとさ、うん、手間かかるじゃん。うんうん、今日は簡単に美味しく味変がしたいと、うん、まあまあ確かにね。一個は、まあ、まぁ、ちょっとそのマックのポテトのしなしなを蘇生させる術を持ってまして。ああ、はい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 。蘇生させた上で、一個バジルチーズっていう。うわ、うまそう。僕が好きなお店のちょっとね、うん、食べ方があって。ねえ。あとは、カレーチーズ焼き肉。うわ、うまそう。うん。まぁ、どっちももうね、もう一瞬です。お、やった。じゃあもうそれで早速。何でしょうか。ね、ちょっとしなしなになりかけてるんで、うん。蘇生させてもらって。うい。よろしくお願いいたします。はい、じゃあやります。はい、まずカレーチーズから。ダメです。まあ、できればスキレットがあれば最高です。まあ、今回はスキレットもしくはまあフライパンで、バター適当に溶かす。はい、溶けてきたらポテトをまあ適量打ち込んでください。まあ、全体的に焼く。ではいい感じに絡まってきたら強火にして、ちょっとカリカリにします。多少カリッとしてきたら火止めます。ケチャップ少々かけます。カレー粉、まあ、お好みの量。チーズ、もう何でもいい。今回ちょっと、まあ、マックなんでちょっとチェダーチーズで、こんな感じ。おい、これでちょっとトースターぶち込んでチーズ溶けたらもう終わりです。ダメだよ。いや、まあ、スキレットない方は耐熱容器とかで
グラタン皿とかでやってください。じゃあちょっとトースティング、おい。じゃあ次バジル&チーズも、これはもう簡単です。まあ別にあのね、出来立てでまだカリカリだったらもう普通にバジルと粉チーズかけるだけでいいんですけど、もうマジで一番手っ取り早く蘇生する方法はバター少々と油、ちょっと油の方ちょっとでいいです。中火で全体的にこう、あれで溶けてきたらもう全部いっちゃうか、これ。おい、ドカーンって入れちゃいます。あ、でこれでもうひたすらカリカリになるまで焼く。僕はちょっともうしなしなのポテト正直好きじゃないので。え、いや、わかるよ、しなしなのポテトが美味しいっていう人もいるのはわかるんだけど、なんかしょっぱ、ちゃんとしょっぱかったら、あー、なんかしなしなのポテトってなんかさ、なんか水分出て、うん、なんかこう塩がさ、もうなんか溶け出しちゃうけど、うん、ほぼ味ない、味なくなっちゃうじゃん。僕家で帰ってしなしなだったら一旦これいつもやってます、バターで。はい、この音、最初にあったしなしなな感じじゃなくてこのカリッっていう音が聞こえてきたらもうほぼ OK。 これ音がもう違うもん。でここにこちらバジルソースかけるんですけど、まあ普通に100円のパスタ用のやつとかで全然大丈夫です。これはいくらなんだ。じゃあこれはおい、まあ許さないぞ。まあまあまあ、はい、かけます。粉チー、粉チーはもうたっぷり。はい、ということで完成いたしました。まずこちらマックのポテトでバジルチーズ、うまい。そしてこちらがなんて言った？マックのポテトでカレーチーズ、カレーチーズ、あー、焼いて最後に上からパセリかけました。うまそう。 Hey DJ、 Hey Yeah Yeah、 ということでアレンジポテトいただきまーす。うん、どっちからおすすめ？バジル。ありがとう。じゃあいただきます。あー、すごい、バジル。バジルです。あ、でもなんかもうカリカリ感がそう伝わってきくるわ、持った時点で。いただきます。あ、おー、いただきます。うまい、うまやん、うまい、うま、うま、うわ、これうま、あ、これうまです。うん、うま、うん、明らかにパワーアップしてる。うん、やっぱ、うん、いい感じに塩味抜けてるから、うん、ソープスもが馴染んで、うん、しょっぱすぎずちょうどいい。そうだね、うん、味の濃さ的にはぶっちゃけ元のポテトと変わんないぐらい、うん、うんうん、焼き直してるから結構しっかり固か、何、サクサクというか、うん、戻っててめっちゃうまい。すごいね。いや、これうまいわ。うん、これ上回ってます、確実に。ということで、はい、カレーチーズ、カレーチーズ、これちょっと、うわー、香りがいい。ああ、最高。いただきます。いただきます。うーん、これもサクサクやん。うまっ。マジ普通に居酒屋とかで出てきたらバチ上がるね。バチ上がる。うん、バチ上がっちゃうな。うん、りょうくんが自分の店で声出すとしたらいくら？4級じゃない？4級？うん、安いね。ポテト、なんかポテト、いやポテトむずいよね。ポテト自体は安いじゃん。うん、その冷凍のやつ買ってこれば、うん、まあでも4級ぐらいじゃない？本当に？ちょっとお得感出しつつちょっとでもこれは6、3とかかも。ああ、うん、ちょっと手間がで、チーズもしっかりかかってるし、ね、うん、これうまいわ。はい、ということで今回はマクドナルドがですね、ポテト250円均一セールをやっておりましたので、うん、4つ買ってですね、ちょっと普通に食べて、そしてアレンジして、食べましたけれども、もうめちゃめちゃ美味しいです。アレンジ、アレンジするべき、すべき、すべきです。これは感動を味わうべき。ぜひちょっとしなしなになっちゃったとか、ちょっと食べきれなかったなっていう時はこうやって、ね、復活させて、ちょっとね、なんか夜ご飯とかにしてみてはいかがでしょうか、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイキン。
料理人のそういうバイキンとかっていう言葉はあんまり使わない。あ、じゃあアンパンマン、アンパンマン